石岡合唱祭私たちには歌があるを開催いたします。プログラム1番コール有明。35年前有明中学校区内のお母さんたちで結成した合唱団です。当時は30歳代、若く勢いのある活動をしていました。今高齢になってもなお皆で心を合わせて歌うことの楽しさ、会っておしゃべりできる楽しい時間をもとることに幸せを感じています。練習は月3回、常に日程前後と出席率もよく、素晴らしく絆の深い団体であることに改めて感慨深いものがあります。曲目少年時代、誰もいない海、白い思い出、式飯塚幸子、ピアノ川村由紀子で演奏いたします。
8年前、府中公民館の講座の有志により結成されました。毎月2回水曜日に練習をしています。今年は郷土の作曲家細谷一郎先生の33回忌にあたります。先生は山田耕作の内弟子となり、歌劇サロメ、管弦楽、歌曲など多数の作品を残されました。宝塚音楽学校の教授や NHK の直属作曲家を30年にわたって務められ、市内の国分寺に眠っておられます。曲目、子供の歌からカエルの歌、十五夜さん、歌曲から風車、合唱曲から水車、希望の五月、指揮鈴木渉、伴奏佐藤英二で演奏いたします。Thank you.
ログラム3番コーラスハーモニーの会。皆さんこんにちは。コーラスハーモニーの会です。合唱祭第11回より参加しております。歌うことの楽しさはもちろん、難しさもたくさんありました。今メロディーに色彩、歌に心、そのような思いを仲間たちと寄り添いながら平和に歌えることに感謝です。本日は青春の始まりのよう、今が好き、メッセージを込めて歌います。曲目、雨の子守唄、命の歌、汽車に乗って、指揮佐野紀子、ピアノ野口美恵で演奏いたします。
ミレコーラス。スミレコーラスです。2,3 年おきに定期演奏会を行っていましたが、コロナの影響で実施できず、目指すものがなく寂しい日々でした。今回庭園で取り入れていた混声の演奏を行います。男性の人たちも発表の機会ができ大変喜んでいます。ハーモニーの楽しさを感じながら日々の練習を続けています。その成果をお聞きいただきたいと思います。なかなか旅に行くことも難しい今日この頃ですが、この歌で旅に行った気分になってください。混声が曲目混声合唱のための組曲「旅より」「旅立つ日」「渚歩めば」「籠に乗って行こう再び」「四季白井玉江」「ピアノ小林由香」で演奏いたします。
上で全般の演奏を終了いたします。続いて皆様ご一緒に歌いましょう。全体合唱の時間です。お手元のプログラムをご覧ください。スミレコーラスの白井先生とピアノ小林さんにお願いいたします。演奏を聴いていただいた後で恐縮ですけれども、引き続き全体の合唱で季節の歌もみじをご一緒に歌いたいと思います。今年はちょっと紅葉が遅れてますけれども、少し景色を思い浮かべながらご一緒に歌っていきたいと思います。一番だけ最初歌って、ちょっと歌い方のヒントなんかができたらいいなというふうに思っています。よろしくお願いいたします。
ました。皆様ありがとうございました。合唱を楽しんでいただけましたでしょうか。中止の2年プラス1年のお休みをして4年ぶりの参加です。 PTA 時代は遥か遠くになりましたが、初心に戻り再スタートです。皆様ご存知の曲ばかりです。どうぞご一緒に口ずさんでください。曲目糸、虹色、命の歌、ツバメ、四季、長谷川よしみ、ピアノ、木口紗栄子で演奏いたします。Thank you.
わらべの会は平成11年度茨城県中小商業活性化の事業の一つとして9月10日旧高木書店で童謡を歌う会を結成。翌年名称を中町商店街わらべの会と改めました。府中市で開催される全国童謡唱歌を歌う会には毎年参加し、市役所の観光課の職員さんが石岡の名物品を販売。また川田雅子さんや杉の木児童合唱団が来席し、市民会館で交流演奏会をするなどして今日に至っております。高齢になり人数もわずかになりましたが、楽しんで歌わせていただいています。曲目子馬が鳴いた、赤い靴、夕焼け小焼け、見上げてごらん夜の星を、指揮杉本里子、ピアノ石崎康子。
プログラム7番虹の会。虹の会は毎月2回日曜日の午後1時半より3時半まで府中公民館で練習しています。皆さん年を重ねてまいりましたが、歌声は若さあふれております。元津先生のご指導のもと、和気あいあいと楽しく練習しております。本日は今までの成果をご披露でき嬉しく思います。皆様お一人でもお友達とご一緒でも虹の会の練習に参加してみませんか。心よりお待ちいたしております。曲目、歌を歌おう。歌歌う。指揮、元津幸代。ピアノ、高橋真由。そう、感じない。
混声合唱団。石岡混声合唱団は創立から36年を迎える合唱団です。近年のコロナ禍の影響を受けましたが、現在20名ほどのメンバーが幅広い年齢経歴の構成で参加し、演奏会や各合唱祭などのイベント参加を目標に月2回日曜に活動しています。声を合わせ歌うことで合唱の楽しさを感じられる様々なジャンルの曲を選んで練習していますが、最近はアカペラ無伴奏曲にも取り組んでおり、そこから選んだ曲を本日は演奏します。曲目ロープスイステ、この場所は神によって作られた。幸せはカタツムリに乗って、我が叙情詩。主将指揮山口美穂子。
以上。